私のチャンネルへようこそ JBN ワンビュー。キング&プスは今夜、捨てて初めてクレバの曲を発表しました。6月10日放送、ミュージックステーション、2時間 SP、出演者曲目。岡野明人×井の口里、メロディー、プロットバイブリーマン。キング、エンジェプリンス、1番。鈴木雅之、めくみの人、ジリージリー。シクストーンズ、私。セブンティーン、ホット。TRFEZ、ドゥーダンス、サーバイバルダンス、カラドーのクライモアーケラ。TM レボリューション、ハイプレッシャー、ホットリミット。メンバーの平野紫耀は、この曲は俺たちが一番だ。ついてこいよ。というような、少し自信過剰でイケイケな曲。クレバさんと世界的ダンサーのリンハタさんに作り上げていただいたこの楽曲をどう僕たちらしく表現するのか注目してください。とアピールした。和のサウンドに乗せた5人のラップと圧巻のダンスパフォーマンスは必見。ポルノグラフィティのボーカル岡野明人とキングヌーエのボーカル井の口里は初コラボ曲メラディープロットバイブリーマンを披露する。井の口がラジオでポルノグラフィティ好きを公言し、ラジオで勝手に特集を組むなどしたポルノ愛を岡野が知り、後日番組にサプライズ出演を果たしたことがきっかけでコラボが実現した。ブリーマンへの高木翔太が手掛けたサウンドに乗せた二人の絶妙な歌声が聞きどころとなっている。鈴木雅之は25年ぶりに M ステ出演。ラッツ・アン・スターとして1983年にリリースし、コーデン・ガイ・ミラにもカバーされてきた、めくみの人、を M ステで初パフォーマンスする。TRF は、EZ、ドゥ・ダンス、と、サーバイバル・ダンス、からのーのクライモアーから、を、TM ・レボリューションは、ホット・リミット、と、ハイ・プレッシャー、を最強夏歌メドレーとして生パフォーマンス。韓国の13人組ボーイズグループセブンティーンは最新曲、ホットを、三浦大知は NHK 連続テレビ小説の主題歌、サンサンを披露する。キング、エンジェプリンス29日発売の通算4枚目アルバムアデ、メイドイン、1曲目に収録される一日場のテレビ初披露するする。作詞作曲はヒップホップアーティストのクレバが、振り付けは世界的ダンサーのリンハタが担当したことでも話題を呼んでいる。メンバーの平野紫耀は、この曲は俺たちが一番だ。ついてこいよ。というような、少し自信過剰でイケイケな曲。クレバさんと世界的ダンサーのリンハタさんに作り上げていただいたこの楽曲をどう僕たちらしく表現するのか注目してください。とアピールした。和のサウンドに乗せた5人のラップと圧巻のダンスパフォーマンスは必見。シクストーンズをメンバーの松村北斗出演ドラマ、恋なんて本気でやってどうするの?の挿入歌、私を披露。ドラマの初回放送でサプライズ解禁されて反響を集めたこの曲は、隠していた本来の私の心が恋に奪われていく様をドラマチックに表現したラブソングとなっている。松村は見どころについて、曲中に何度かありえないというフレーズが出てくるのですが、その度に違う思いの強さで歌っています。ダンスと仕草の中間のような歌詞を断言したような動きがポイントです、と明かした。テレビ朝日系で今日10日に放送されるミュージックステーション2時間スペシャルに出演するキング、エンジェプリンス、シクストーンズコメントが到着したた。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。